茨城クローズアップ食の安全安心・高品質を目指すエコ農業・茨城安全安心な茨城の農産物をお届けするため農業における GAP ・ GAP ・農業生産工程管理の取り組みを進めています GAP ・ GAP とは Good Agricultural Practice の頭文字で 農業生産工程管理、または適正農業規範のこと。農産物の生産段階に潜む様々なリスクを回避し、水質を抱くなどの環境負荷の軽減や、作業者の安全を確保しながら、安全で品質の良い農産物を消費者にお届けする取り組みです。ギャップ導入のメリット。食品の安全性向上。 労働安全の確保、競争力の強化、農業経営の改善や効率化、品質の向上、環境の保全、消費者や需要者の信頼確保。どのように進めるのこれまでの経験と勘に頼りがちであった農作業から予測されるリスクを踏まえた適正な作業をマニュアル化し、 チェックリストによる確認と記録をしながら作業を改善していきます。農業者にとってはリスクを回避することができ、消費者や需要者の信頼確保につながるメリットがあります。県では JA グループや公益社団法人茨城県農林振興公社市町村と連携しながら産地の取り組みを支援しています。生産管理アドバイザーの派遣。 茨城農産物安心づくり推進事業。ギャップ導入を希望する産地に、講習会やギャップ導入に関するアドバイスを行う専門家を派遣しています。問い合わせ、県産地振興課エコ農業推進室。電話029-301-3931。ホームページ、エコ農業茨城で検索。 茨城県と県と内すての市町村からら重要なお知らせです事業主、給与支払い者、従業員、納税義務者の皆様へ平成27年度から給与所得にかかる個人住民税は原則特別徴収、給与転引によりお納めいただきます個人住民税の特別徴収とは 事業主、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同じように従業員、納税義務者に代わり毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし、給与転引きし、納入していただく制度です。地方税法などの規定により所得税を源泉徴収する義務のある事業主に実施が義務付けられています。 特別徴収実施。来年度からの特別徴収実施にご理解とご協力をお願いします。なお、まだ実施いただけていない事業主の方で、特別徴収の実施要件に該当すると思われる皆様に対しては、10月中に各市町村から特別徴収義務者指定予告のご案内を送付します。特別徴収の場合、 従業員の方が金融機関に出向く手間が省けるなど、納税者の方々の利便性向上につながります。問い合わせ、県市町村課、電話029-301-2481、ホームページ、特別聴取茨城で検索、茨城県アンテナショップ、茨城マルシェがリニューアルオープン。 東京銀座にある茨城マルシェは、この度、茨城の魅力発信のさらなるパワーアップを目指して店舗改装を行い、9月3日に真相開店しました。今後は、県産品を販売し、郷土料理を食べていただくだけでなく、茨城県民が持つ心の温かさ、商品に込められた生産者の思いまでお伝えできるアンテナショップを目指していきます。 ぜひ近くにお越しの際はお立ち寄りください。茨城マルシェのご案内。東京都中央区銀座1-2-1、今夜ビル1階。電話03-5524-0818。マルシェ、物販、イートイン。営業時間10時30分から20時。ビストロ、飲食。営業時間 11時から23時。日曜祝日は21時まで。ランチタイム、11時から17時。茨城野菜ビュッフェは14時まで。アクセス、JR 山手線有楽町駅から徒歩3分。東京メトロ、有楽町線銀座一丁目駅3番出口から徒歩1分。 丸の内線、日比谷線、銀座線、銀座駅から徒歩4分。問い合わせ、県広報校長課、電話029-301-2123。ホームページ、茨城マルシェで検索。